木下健次郎の肖像写真、木下健次郎昭和22年3月28日は、日本の明治から昭和初期にかけての政治家、貴族院議員、衆議院議員、関東長官。美食家としても知られ、著書、美味求心』は、食通の原点として今日も名高い。1869年に、大分県宇佐郡ん味無町肝に生まれる。 1892年東京法学院卒業。政治家を志し、貴族院議員、衆議院議員として当選9回。この間、所属政党は国民党、立憲同志会、県政会、立憲声優会、声優本党などに目まぐるしく移り変わり、政界の策士と呼ばれた。また、関東州の民政を統括する関東庁の長官である。 関東長官を1927年12月17日から1929年8月17日まで務めている。1946年7月8日、貴族院直選議員に任じられ、公有クラブに所属して死去するまで在任した。1925年1月に吉成社から微美求心を発行。この書は日本初の職を主題にした随筆であるとされ、 3月までに50版を重ねるベストセラーとなった。また、昭和初期にかけては、続微美球心、続々微美球心の2冊の続編も刊行された。北里柴三郎は、微美球心2条を寄せ、木下が、正解に身を投じたのは、一大損失であると感じている。昭和22年3月28日没、行年78。 墓所は、港区南青山の玉窓寺。正面、木下氏の墓。元衆議院議員、元大分県知事の木下薫織はい。元大分市長、元衆議院議員の木下慶之助は、弟の孫にあたる。ありがとうございます。